お家で過ごす時間が多くなった今だからこそ、お家で海活、親子で海ご飯を作りましょう。今回料理を伝授してくれるのは、鶴岡市にある庄内雑穀の斉藤良一さんです。今日はスズキとアサリのさっと蒸しをご用意します。こちらはですね、庄内浜鶴岡市の由良で採れたスズキになります。これから、春から夏にかけて美味しくなるお魚なんですけども、家庭でも簡単にできるかなと思って、今日はこれが一般的にスーパーで切り身になっている状態です。ではこの段階からスタートします。魚の持っている臭みというかですね、若干の癖を抜くために薄塩を当てて、でその水分を拭いてあげると、ほわっとさせる役割を持たせたいので、打ち粉をしてふんわり感を出してですね、火は中火ぐらいで十分だと思います。6割程度火が入った状態でバターを落とします。ニンニクを入れます。あたりは砂抜きした状態で、これから美味しくなるアスパラガスと、もうどの家庭にも出回っているタケノコですね、合わせた出汁を入れます。で約3分ぐらいアサリが口を開いてお野菜に火が入ったぐらいを目安に、火を弱めます。少し一味唐辛子を振りまして、最後にレモンをさっと絞って、こちらで完成です。皆さんもこのレシピに挑戦してみてください。インスタグラムキャンペーンを開催中。皆さんが作った料理をお家で海ご飯でインスタグラムに投稿してください。海と日本。